ロイロノートスクールには様々な機能があります。それぞれの機能についてご紹介をしていきます。まずは双方向授業の実現に関する機能のご紹介です。ロイロには児童生徒が双方向に学び合う授業を実現するための様々な機能が用意されています。様々なメディア、教材の配布、ロイロノートでは様々なメディアや教材を簡単に生徒に配布することができます。先生から生徒に資料を配布するには、緑の送るボタンに資料を持っていって、全員を選択することで、簡単に生徒の画面上に資料を送ることができます。生徒の見ている画面にそのまま資料を送ることができるため、プリントを配るような感覚で簡単にペーパーレスで教材を配布することができます。送れる教材のファイル形式は、写真、動画、音声、PDF など様々な形式に対応しています。先生方が作られた教材も PDF として保存することでロイロに取り込んで生徒に送ることができます。Google Chrome や Edge を使ってロイロで検索することで、ロイロのログインページを表示することができます。職員室のパソコンからロイロにログインをして、ファイルのボタンからファイルを取り込むことで、パソコンで作った教材も簡単に配布できます。このようにロイロを使うことで、様々なメディアや教材を簡単に児童生徒に配布することができます。クラス管理機能。先生にはクラス管理機能があります。例えば、操作ロックを選択することで、生徒のロイロ画面をロックすることができます。参加者確認のボタンからは、どの生徒が実際に授業に参加しているのか確認することができます。生徒がロイロ以外の画面を見ていると表示が赤に変わり、ロイロに戻ると表示が白に戻ります。このように授業の参加を確認できます。生徒回答の一覧表示活用。ロイロの提出箱の機能を使うことで、生徒の回答を一覧表示することができます。回答はこのように先生からは全員の分が見えていますが、生徒からは最初は自分の分しか見えないようになっています。先生から回答共有を選択することによって、生徒も他の生徒の回答を見ることができるようになります。生徒の表示名を消したり、並び順を提出順、更新順などに変更することもできます。先生も生徒も提出箱の中の任意の回答を選んで拡大表示することができます。拡大表示したものは表示を入れ替えたり、表示を減らすこともできます。レーザーポインターツールで強調表示をすることもできます。さらに先生は画面配信のボタンを使うことで、先生の見ている画面を生徒の端末にそのまま投影することができます。レーザーポインターツールによる強調も生徒の画面にリアルタイムで配信されます。画面配信は提出箱の中の提出物だけでなく、先生の画面上にある写真、動画、音声、PDF、様々なファイルで行うことができます。拡大縮小や手書きの書き込みもリアルタイムに反映されます。さらに生徒発表の機能を使うことによって、先生から指定された生徒が自分の画面を先生の画面や他の生徒の画面に移して発表することができます。手書きの書き込みや拡大縮小にも対応しています。さらに先生は生徒からの提出物に手書きで添削をして返却できます。生徒は提出箱の中で添削された内容を確認できます。資料、プレゼン、簡単作成。ロイロでは様々なメディアを使って簡単に資料やプレゼンテーションを作成することができます。カメラのボタンから写真や動画を簡単に撮影することができます。撮影した写真や動画には簡単に手書きやテキストを追加することができます。手書きは選択をして移動したりコピーをしたり拡大縮小を行うこともできるようになっています。テキストボックスを追加することもできます。追加したテキストは太字に変えたり、字の色や大きさを変えることもできます。縦書きに変更したり、背景の色を変更したり、レイアウトを変更することもできます。また、カードには音声を録音することもできます。細胞の作りと働き、動物細胞と植物細胞には共通している細胞小器官と動物細胞のみ、植物細胞のみに見られる細胞小器官があります。カードの中にカードを入れることもできます。中に入ったカードは大きさを変えたり位置を変更することもできます。インターネット上の画像をカードの中に取り込むこともできます。このように様々なメディアを取り込むことによって資料を簡単に作成することができます。カードの右上の矢印を伸ばしてつなぐことで複数のカードをまとめてプレゼンテーションにできます。つないだカードは指で次々とめくって表示させることができます。カードの入れ替え、整理整頓も簡単にできます。このように指だけの操作で簡単に資料やプレゼンテーションを作ることができます。共有ノートでデジタルホワイトボード。ロイロノートには共有ノートというデジタルホワイトボードの機能があります。複数の生徒が1枚のカードに同時にデータを書き込むことができます。テキストカードだけでなく画像、ウェブページなど様々なカードを使って編集することができるため、ディスカッションなどの活動にぴったりです。さらに1枚のノートの中に複数のカードを配置できるため、各グループの様子をお互いに確認しながら話し合いを進めたり、クラス全体の様子を先生がリアルタイムに観察することもできます。共有ノートには何名の生徒でも参加することができるため、簡単に協働的な学びを実現することができるようになります。録音・録画で英語4技能を伸ばす。録音・録画機能を活用することによって英語4技能を効率よく伸ばすことができます。録音機能を使うことで児童生徒は手軽に何度も録音を行うことができます。そのため効率よくスピーキング技能を伸ばすことができます。I have a toy in my bag. I play kendama every day. It's fun.また、録音・録画データは提出箱に提出することもできます。教室一斉にスピーキングを録音し提出することで、期末考査などでも簡単にスピーキングテストを行うことができます。さらに、録画機能で簡単に発表している様子を撮影することもできます。録画データは「送る」を使って生徒同士で送り合ったり、提出箱を使ってクラス全体で共有することもできます。さらにロイロのテストカードでは問題文や選択肢に動画や音声を使うことができます。そのためリスニングテストなども簡単に作成することができます。 Excuse me, could you tell me how to get to the cafe? Okay, go straight and turn left at the first corner and go straight, you will see the cafe。このようにロイロを活用することで、従来は授業で伸ばすことが難しかったスピーキング・リスニング能力を伸ばす取り組みを簡単に取り入れることができます。そのためロイロは英語4技能の育成にとても効果的です。次に思考の可視化に関する機能をご紹介します。ロイロでは児童生徒が主体的に学ぶために、児童生徒の思考の可視化をサポートする様々な機能が用意されています。学習履歴の蓄積、ロイロノートスクールのデータはすべてクラウドサーバーに保存され、保存容量は無制限です。そのため、児童生徒の学習履歴を保存容量を気にすることなく蓄積していくことができます。蓄積されるデータは、授業に関する児童生徒が作ったノートや提出物のほか、資料箱に資料を保存することもできます。資料箱は自分だけが見えているマイフォルダのほか、校内でデータを共有する学内共有フォルダ、授業ごとに資料を共有する授業ごとのフォルダなど、様々な用途に合わせた階層をご用意しています。自治体でのご利用には、自治体内でのデータ共有を行う自治体共有フォルダもご利用いただけます。授業に関する児童生徒が作ったノートや提出物に関しては、年度ごとに整理され、過去の年度のものは年度ごとに振り返ることができるようになっています。そのため、過去の学習で活用したデータを現在の授業に取り込んで活用することもできます。シンキングツール、思考ツールで思考の可視化。ロイロでは、シンキングツール、思考ツールを使うことによって、児童生徒の思考を可視化することができます。このように、多彩な思考ツール、シンキングツールをご用意しています。シンキングツール、思考ツールを活用することによって、児童生徒は多彩な視点でアイデアを出すことができます。また、ツールの切り替え機能を搭載しており、アイデアをそのまま別のツールに切り替えることで、新たな視点から思考をまとめ直すこともできます。このように、シンキングツール、思考ツールを使うことで、児童生徒の思考が可視化され、新たなアイデアを生み出しやすくなります。共有ノートでグループの思考の可視化。共有ノートとシンキングツール、思考ツールを組み合わせることによって、グループでの思考が可視化されます。それによって、グループワークがスムーズに進行するようになります。次に、ロイロウェブフィルタについてご説明いたします。機能概要。ロイロウェブフィルタは、持ち帰りでの利用でも、有害なサイトを表示させない安全なウェブ閲覧を実現するために開発されたウェブフィルタです。児童生徒が安全に Web 閲覧をするために必要な機能を備えたフィルタでありながら、料金はロイロノートスクールの利用料に含まれており、追加料金なしでご利用いただけます。ロイロ Web フィルタはクラウド型フィルタリングサービスです。多くのフィルタアプリが採用しているセンターサーバー型と異なり、クラウド上で URL の判定を行うため、利用台数が増えても素早くフィルタリングが行える特徴があります。ブラックリスト、ホワイトリスト、AI によるカテゴリー判定と様々な設定方法をご用意しています。また、ロイロウェブフィルタは先生、生徒ごとに閲覧できるページを個別に設定することができ、ロイロを使っていない時でもフィルタリングは機能しています。自治体からの一括設定のほか、学校ごとに個別に設定を変更することもできます。さらに、すべての OS に対応しており、様々な環境でご利用いただけるフィルタになっています。AI 判定の高速カテゴリ更新。ロイロウェブフィルタは AI 判定によるカテゴリごとのウェブサイトの表示の可否を設定できます。AI によって高速化された判定によって、新たに追加されたウェブサイトも即座に判定し、表示の可否を設定することができます。カテゴリ判定に使用するデータベースは世界中のウェブサイトに対応しています。そのため、海外の URL もカテゴリ判定の対象に含まれます。さらにはカテゴリごとに先生・生徒個別に閲覧の可否を変更することができます。ウェブページの閲覧許可設定。ロイロウェブフィルタは生徒に閲覧が禁止されているカテゴリ、ドメインのページであっても、各先生がアプリから生徒の閲覧の可否を設定することができます。この機能によって先生が見せたいページを授業中に見せることができなかったり、閲覧可能なページの設定の変更が管理者に集中するといったフィルタリングによる困りごとを解消することができます。普段は生徒が閲覧を禁止されているサイトでも、各先生が閲覧の許可を出すことで、生徒も表示をすることができるようになります。この機能により、フィルタの安全性と利便性を確保しながら、管理者の負担を小さくすることができるようになっています。ブラウザ利用時間機能制限。ロイロウェブフィルタは、ウェブブラウザの利用時間に制限をかけることができます。例えば生活リズムの乱れが気になる夏季休業中は深夜のブラウザを使ったインターネットへのアクセスを制限するなど、児童生徒の安全な利用のために利用を制限することができます。禁止時間の設定は自治体一括での設定のほか、各学校ごとに行うことも可能です。また夜間制限中であってもホワイトリストなどにより閲覧可能なサイトを設定できます。例えば学習用のページのみの閲覧設定などを行うことができます。次にLOILOの管理機能についてご説明させていただきます。児童生徒の提出状況一括ダウンロード、LOILOでは生徒の提出物を生徒ごとに閲覧したり、クラス全体の提出状況を一括でダウンロードすることもできます。提出箱を選択してこちらのボタンを選択してから生徒ごとに表示するを選択します。その後ログインをすることで提出状況一覧を確認できます。ログインの操作は初回のみ必要で、2回目以降はログイン操作は不要となっております。こちらの画面では生徒ごとの提出物を確認できるほか、提出状況ダウンロードのボタンより特定の期間の生徒の提出状況データを CSV ファイルでダウンロードできます。ダウンロードしたファイルはExcel などで開くことによってクラス全体の提出状況を確認できます。提出・未提出のほか、期限を守れて提出したかなども一括して確認することができます。これらの機能によって成績処理業務をスムーズに行うことができるようになっています。出欠席もLOILOで管理。LOILOノートでは出欠カードを使うことで出欠席のデータを管理することもできます。出欠カードではオンラインで出欠席の連絡を集約できるほか、検温記録のみの回収をすることも可能です。こちらが設定画面です。出欠席の基本的な情報のほか、出欠理由なども先生が自由に追加することができます。一度保存した出欠理由も年度途中に設定画面から変更することが可能です。入力されたデータは月ごとに一覧表示することができ、一括ダウンロードもできます。ダウンロードの際には検温記録のみ、出欠記録のみのダウンロードをすることも可能です。出欠カードは複数の先生が同じクラスの出欠状況を同時に確認することができます。そのため学年全体、学校全体の出欠カードを一つのノートに集約することで一括してデータを確認することができます。また授業ごとの結果実数のカウントにも活用できます。自治体管理ページで全校一括管理。自治体管理者とは自治体内の各学校の先生や生徒の一括登録などのユーザー管理や自治体共有フォルダへの編集権限など、自治体全体のデータを一括管理できる管理者のことです。自治体管理者となることで、自治体の全校のデータや様々な設定を一括して変更することができます。例えば、自治体管理者は自治体内の全校の先生・生徒のデータを一括して登録することができます。自治体管理ページによる先生・生徒データの登録と、各学校の管理ページからの先生・生徒データの登録は併用することも可能です。また、ウェブフィルタリングなどの設定も自治体一括で行えます。このように、LOILOノートスクールでは、自治体単位で一括した情報の閲覧登録を簡単に行うことができます。最後に、LOILOがご用意している豊富なサポート機能についてご案内させていただきます。何人でも何度でも参加可能な無料オンライン研修。LOILOでは、人数・回数無制限で参加できる無料のオンライン研修をご用意しています。こちらのオンライン研修では、当日専用のLOILOアカウントが発行され、講師とリアルタイムでやり取りをしながら、実際にLOILOの操作を体験することができるようになっています。研修はこのようにほぼ毎週開催されており、年度末に翌年の年間研修計画が発表されます。参加費用は無償で、複数の先生方の参加も一括で申し込めることから、自主研修だけでなく、校内研修や自治体内での研修にも活用されています。研修メニューもレベルに合わせて豊富に取り揃えており、LOILOを使い始めた初心者の先生方はもちろんのこと、より多くの機能を知りたい先生方や、授業改善の方法について学びたい先生方向けの研修も多数ご用意しています。また、各研修はアーカイブ動画や研修マニュアルも公開しているため、研修内容の復習や校内研修への活用も簡単に行うことができます。そのため、先生方はご自身のレベルに合わせて無償で何人でも何度でも研修を受けていただくことができるようになっています。全国のロイロ認定ティーチャーの指導案が検索できる。ロイロでは全国のロイロ認定ティーチャーの指導案を検索することができます。現在1000件以上の指導案が登録されており、登録数は毎年300件程度ずつ増加しています。先生アカウントでログインして授業案ボタンを選択することで、全国の先生方の指導案を学年ごと、教科ごとに検索できます。小学校から高校まで幅広い指導案をご用意しています。各指導案のページでは、授業の展開をまとめた図や、指導案を作成した先生自身による解説動画のほか、授業の各工程の詳細な解説を確認することができます。また、教材やワークシートをダウンロードすることもできます。ロイロノートスクールのノートデータのリンクを選択して、授業データをインポートすることで、自分のロイロに全国のロイロ認定ティーチャーが作ったワークシートをダウンロードできます。ダウンロードしたワークシートはそのまま生徒に送ることもできます。認定ティーチャーの先生にご提出いただく際に、提出データはパブリックドメインとなることをご同意いただいているため、授業内でのご利用は自由に行っていただけます。指導案ページはパソコンから直接検索することもできます。ロイロサポートで検索を行い、授業案を探すを選択することで指導案ページを表示できます。指導案データを使うことで全国の先進的な先生方の具体的な指導内容やワークシートを自分の授業で活用することができます。充実の問い合わせサポート機能。ロイロではサポート機能も非常に充実しています。アプリ内の右上の表示名を選択し、サポートを選択することで、サポートページをいつでも閲覧できます。サポートページでは、キーワードを入れることで、様々な機能や情報を検索することができます。また、メールと LINE によるお問い合わせ窓口をご用意しています。LINE による問い合わせでは入力いただいた内容に弊社スタッフが直接回答させていただいており、スピーディーな対応が非常に好評です。また、写真や動画をそのまま共有できるため、エラーメッセージなども写真でそのまま質問することができます。このように先生方が日々安心してご利用いただくためのサポート体制も充実しております。地域の先生方のユーザーコミュニティ LEG。ロイロでは全国に地域ごとのロイロユーザーコミュニティ LEG が存在しています。LEG は地域での ICT 利活用の推進を目的としており、多くのロイロユーザーの先生方が LEG に参加しています。現在、北は北海道、南は沖縄まで数多くの LEG が設立・運営され、地域ごとの先生方の交流や活動が活発に行われています。LEG は地域の先生方がお互いに事例を共有したり、困りごとを相談するコミュニティとしての役割のほか、各地域の先生方が参加するイベントの主催も行っています。LEG の活動を通じて、ロイロでは地域に根付いた ICT の活用推進にも力を入れています。このように、ロイロは様々な機能で一人一台時代の ICT 利活用推進をサポートしています。ロイロノートスクールは、まずは無料で使えます。先生方のみのご利用、教育委員会でのご利用は永年無料のほか、生徒様も含めた全校でのご利用も導入初年度は無償となっております。お問い合わせは sales@loilo.tv または右の QR をご参照ください。